はい、ミサトオーストリッチファームのコニタンとトモちゃんです。よろしくお願いします。はい、ということで目の前におなじみの駄菓子が置いてありますけれど、はい、何するんですか？利きうまい棒をやろうと思います。イエーイ、うまい棒か。はい、久しぶりに食べるね。こんなにたくさんの種類のうまい棒を食べたことはないです。利きうまい棒といえばいろんな YouTuber の人がやってますけど、結構難しそうですよね。意外と当たらないんだなって見てて思います ね。小さい頃から食べてるはずなんですけどね、うまい棒。こちらのアイマスクをつけた状態で、つけてない方がね、うまい棒どれか一つセレクトした上で渡す、食べてもらって味を当てれるかなっていうのをね、やっていこうかなと思います。どっちからいくか、どっちからいくか。じゃんけんで男気で勝った方からいきましょうか。さあ、グッ、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、お願いします。じゃあコニタンがやります。はい、サンタ帽もかぶってるので、もう何も見えないですねかわいい、はい、かわいいですね。はい、じゃあ割とわかりやすそうなやつからいこうかな。そうになっちゃって困る。そういえば忘れてたんですけど、はい、何味があるのかを言ってないですよね。言ってないですね。はい、はい、たこ焼き味、野菜サラダ味、とんかつソース味、明太味、ポタージュ味、エビマヨネーズ味、チーズ味、シュガーラスク味なんですけども、ここにずらっと出てるともう一目瞭然だからね。アイマスクした状態で答えてもらえますかね。これ記憶の問題もあるね、難しいね。じゃあとりあえずこれ持っててくれますか。はい、はい、初めてこういうものがね、初めてすぎてね、そう段取りがなってませんけれども、温かい目で。はい、OK です。はい、どうぞ食べてください。え、上手上手。はい、これはね、簡単だと思うんですよね。本当に言ってる？意外と難しい。あ、これは唯一わかるかもしれない。マスクを外した後にこれだってさせる。そうそうそう、コニタンが選んだのはこれですって。あ、こう出せる。そうそうそう、分かったならばマスクを取って選んでください。あー、これしまなきゃいけないじゃんはい、はい、いいですよ、取ります。はい、これは容易ではないよお、すごい迷いなくいった。これだと思います、僕は。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、私が選んだのは明太味うまい棒。はい、正解は大正解です。よっしゃ。はい。だってこれ辛いもん。そう、だから一番簡単だろうなって思った。そうそうそう。お見事。PK みたいな感じ。はい。あ、そう言い忘れてたけど、三本勝負ですよね。そうね。PK 三本勝負。はい、でも隠せばいいわけですね。そうですね。私これさっきこうやってた。何も見えないね。はい、かわいい。どれにしようかね。ね、オーソドックスにこれもいいし、さっきと同じ味にしちゃってもいいし。うん。何がいいかね。捨てられる自信はちょっとないですね。じゃあ僕はこれにします。これで。ということで開けますよ。はい。はい、食べていいですか。どうぞ。はい。実食。これ。難しいよ。いいよ。あ、うまいうまい。うん。わかるのかな。多分あれかなっていうのありますね。はい、お預かりします。はい、よいしょ。はい、はい、さて、お、迷いもなく。うん、あのね、簡単なのかね。お砂糖の味がしたんですよね。シュガーラスク味だと思います。はい、はい、僕が揚げたのもシュガーラスク味です。おー、よかった。お互い最初は簡単なやつだったねうまい棒のちょっとしょっぱいのもあったから一抹の不安はあったんですけど、ラスクっぽかったということで、はい、からはね、アクセルギアを上げていきたいですよね。はい、お願いします。はい、どうしようかな、どうしようかな。よし、はい、決まったこれですこれ、はい、どうなんだろう。これはね、うん、私多分食べたことないですね。どういう味がするのか気になるので、次回の食レポを楽しみにしてる。食レポって同じ形じゃねえか。はい、
い、はい、はい、どうぞ。いただきます。はい、そうね、そうなんだよ、なんとなくわかるんだよ。おお、あ、見えるんだもんね。あ、もちろん見えますよ。うん、これも特徴的なんじゃないかなって思って選びました。あと私が味が気になるなっていう、うん、とりあえずどっかで食ったことあるやつです。へえー、大丈夫そう。うん、はい、家にいっぱい食べてお腹いっぱいになっちゃうしな。よし、さて、はい、どれでしょうか。とりあえずこっちにはない。おお、絞り込みでいく。怪しいな。もう全部それっぽく見えるんだよ。今左側のシュガーラスク味、とんかつソース味、たこ焼き味、エビマヨネーズ味でコニカンは迷っているということで。怪しい。まあ難しそうといえば難しそうですね。味覚を信じて。これにしよう。お、はい。はい、私が選んだのはたこ焼き味です。はい。はい、果たして正解は、惜しい。エビマヨネーズ味でした。外したパッケージは似てますね。外しちゃったよ。へえ、エビマヨネーズ味だけどたこ焼きっぽい味がしたんですね。かな。へえ、何でも美味しいからさ。何でも美味しい。残念、外しちゃったよ。ということで、絶対難しいの選んでくるじゃん、やだな。あ、アイマスクを買います。はい、失敗させないと負けちゃうよね、みんな。何選んでる。何がいいかね。うん、すごいな、悩む。うん、こちらでいきます。開けるときからね、今日始まってるからさ。どんな開け方しても同じです。はい、どうぞ。はい、はい、いただきます。はい、難しいよこれ。待って、もう一口言っとく。怖い怖い、もう一口。味はするんだけどね。する。そう、でもこれ何の味だったっけってなってます今。そう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 、さっきの俺と同じ。あ、でももういいや。本当決めた。自信がないですね。はい、取っていい。いいよいいよ。はい、なんかねすごい迷ったの、迷ってたのは、うん、これとこれとこれですね。ほう、明太たこ焼きとんかつソースで迷ってて、でもたこ焼きじゃないと思う。どっちなんだ。明太味がちょっと想像つかないんですよね。食べたことは、うまい棒はないですね。明太子はあるけど。そうなんだ。とんかつソースももちろんないし、たこ焼きも多分ない。あれはソースの味だったのか。なんていうの、うまい棒のクオリティの味。うん、そうね。よし、決めた。お、はい、私は明太味だと思います。はい、果たして正解は、はい、とんかつソース味でした。違った。よし、二択で間違えた。ソースって酸っぱいんですね。酸っぱくて辛いって思ったんだよね。残念。難しいですね。いや、難しいよ、本当に。超難しかった。あ、おー、抜けてった、抜けてった。はい、かぶります。うん、さあ、さあ最後はね、決めてるんだ私は。この中から選ぼうっていうのを決めてます。難しいんだろうね。そうね、難しいだろうと想像がつくやつで。いや、いや、うまい棒、うまい棒。そうだね、たかがうまい棒。もう一回外しちゃったかな。ね、そう、いや、でもわかんない、私も思い出せないから。よし、決めた。私が選んだのはこれです。よいしょ。あ、美味しそう。はい、はい、どうぞ。さあ、食べましょう。いただきます。わかりました。え、早くない？これはわかりました。マジか、自信がありそう。失敗したな、先輩。外します。はい、外してください。いい？いいよ、いいよ。おお、はい、コーンポタージュ味だと思います。迷いなかったね、はい、これ外したらやばい。はい、では行きますよ。正解、正解もそう、コンポタージュ。よっしゃー、すごい。え、難しいと思ったよ。いや、もう舌で味を感じた瞬間、へー、これだと思ったよ。失敗したな。よっしゃ、
野菜サラダとチーズとコンポタのどれかにしようって決めてたんですよね。うんうんうん、そう、これはマジか、そうですか。行きましたよ。はい、いいですよ。どれにしようかな、これがいいかな。多分ね、どの味も数年単位で食べてないだからもう全部難しい。どれだったら食べれるかね。全部食べれますよこれでいきます。おこれでいきます開けます。なんだろうな、食べます。はい、どうぞ。ぜひ当ててほしいですね。難しい。食べちゃうね。全部食べちゃうね。さあ、全部お食べになられたということで。はい、ゴミの回収。難しかったこれ。だろう。取っていいですか。どうぞ。正直今でもよくわかんないんだけど。うん、さて、ともちゃんのアンサーは。本当は迷ってるのはね、これと。うん。ホースで野菜。でもなんかソースのしょっぱさじゃないや、酸っぱさがあった気がするので、多分マヨネーズの酸っぱさかソースの酸っぱさかどっちかで、さっきのやつよりはマイルドだったはず。どうしよう、マリマヨってどんな味だろう。ソースだからやっぱたこ焼きなんかな。もうわかんない。はい、はい、選びました。私が選んだのはたこ焼き味で、はいはい、はい、ということで僕が食べさせたのは、はい、当たんない気がする、とんかつソース味でした。同じ、はい、とんかつソース味でした。同じか、全然分かんなかった違うと思った。でもね、さっきよりね、感じ方が全然違ったんですよ。さっきはなんか辛味にも似たような感じの鋭敏な感じだったのに、マイルドだからあ、たこ焼きかなって思ったの。でもマヨネーズも酸っぱいしなと思って、2発目だからかな。ひどい作詞だねマイルド系を期待してたのに分かんないよ。はい、ということでうまい棒の味当てれるかなチャレンジということで、はいはい、3本勝負やってきましたけれども、トコニタンが1本不正解、そうで、ともちゃんが2本不正解、そう、1本だけ正解。はい、残念。お互い1本はまあね、で発見がありました。同じ味なのに2回目と1回目で味が本当に違った。人間の味覚ってなんか当てにならないかもしれない。はい、味皆さんもぜひ試してみてください。試してみてください。以上、ミサとオーストリッチファームのコニタンとともちゃんでした。